お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今回の夢紹介コーナーは、ウィンターバトル2019、2月の8日からですね、新しく開催される勢力戦で追加される新機体の方を紹介していきたいと思います。ジオン軍に追加される今回の新機体はこちら。キュベレーマーク2プルツ専用機ですね。赤いキュベレー。前回出た格闘機のキュベレーとは違って、赤、近距離型のカテゴリーとなっています。早速そちらの性能の方を見ていきましょう。はい、キュベレーマーク2プル2専用機、メインがビームガン A、 ビームガン B、 AB ですね。これ後ほど説明します。そしてサブファンネルが ABC の3種類のファンネルをのどれかを持っていくことができると。で、この3種類それぞれ特性が違っていて、それぞれ面白い。その中でも僕のすごいお気に入りのものもあるんで、ぜひそれを紹介していきたいなと思います。セッティングはこのような感じで240コスト帯の近距離として、まあ一般的な性能となってますね。まあ結構足速いっす。240で足速い方だと思います。まずメイン AB の差ですね。ビームガン A とビームガン B の差、これ今映像で紹介するんですけど、まあ一般的なビームガンとマシンガンの差に近いかなと思います。そちらの方をご覧ください。はい、こちらがビームガン A ですね。まあ一般的なビームガン、漢字もビームガンのめっちゃ連射効くバージョンと思ってくれればいいかなと。硬直もなくピュンピュン打ってて変さもしやすい、単発当てからのクイックストライクも楽々決まってしまうという超お手軽武器となっております。そしてこちらがビームガン B、 まあビームガンとついてるからちょっと分かりづらいですけど、単純にマシンガンと思っていただければいいかなと。3連射のマシンガン、ワントリが3連射でそこまで連射は効かないんですけど、3発全部当てることによって敵がよろけたり、低バランサーだとねちょろっと当てて敵がよろけたりもするのかな。非常に使い勝手がいい機体となっております。ここまでがメインの AB、 ビームガン A と B の差です。まあどっちも使いやすいかなと。お手軽な感じで硬直もなくぶっ放せて、マシンガン好きな人は B, がの B を乗ればいいと思うし、まあ、僕は単発よろけで変差もできる武装がすごい好きなので A を取るかな。以上のようにメイン2つは、まあ、こういう単純な差となっております。好みで使い分ければいいかなと。さてここからがキュベレーマーク2プル2の最大の魅力であるポイントですね。キュベレーのファンネルの ABC、 サブにある ABC それぞれの性能についてゆっくり見ていきたいと思います。まずファンネル A の説明からいきたいと思います。まず A の特徴として4発発射で3セットあります。でそこそこリロードも早いかなと。で当たれば敵もダウン取れる、まあ、一般的なファンネルを想像していただければいいかなと。お手軽にどんどんぶっ放せて硬直なくぶっ放せるファンネルを想像していただければいいかなと思います。そちらの予想をご覧ください。まあ、こんな感じでフワジャン合戦して、まあ、メイン打ったりサブ打ったり相手のバルカンでよろけて、下にいる機体にはファンネル、前ブーしてきて無敵で前ブーしてきたらメインでちょっと嫌がらせして硬直めがけてファンネル、これ横ブーで振り切られちゃいました。なんで当たる場所、確実に当たる場所を見極められるといいかなと思います。ファンネル3セットあるんで意外と打てます。いろんな場面で相手の硬直めがけて、その間にメインで相手を削りながら着地硬直などはメインで取って、そのよろけ飛び出しとかをファンネルで取れると一連のコンボができるのかなと思います。以上がファンネル A の性能となっております。3セットですね。4発発射の3セットで、まあ、どれかしらのファンネルに当たれば相手がダウン取れますよと。そして硬直もなく、まあ、そこそこのリロードの速さも手伝ってお手軽にぶっ放せて、まあ、近距離同士の戦いの読み合いとか牽制、まあないしは建物の裏のダウンとかにすごい適した武装なのかなと。いっぱいぶっ放せるのがすごい魅力なところかなと思います。これが一般的な、まずファンネル A の説明でした。次ファンネル B、 サブの B ですね。こいつがめちゃくちゃいいです。俺はもう最高にもうやってて興奮しながらやってました。めちゃくちゃ楽しい。このキュベレーのファンネルの中ではまあ初めて、まあ、こういうファンネル自体初めてなのかな。すげえ使いやすいです。もう使いやすいどころか最終局面にこんなことやられたら
もうたまんないみたいな性能となってるんで、そちらの方をご覧ください。はい、まずこれも映像見てください。ファンネル B、 わかります？これめちゃくちゃ敵を追尾してるんですよ。これ長押ししてる間ずっと敵を追いかけてくれるんです、ね、で指を離すと離した地点からビームを出してくれると。こんな感じで敵の画面を見るとひたすら目の前を追尾してきて、相手の気分で指を離したらそこからビームが出てくると。このビーム 2,3 発当たるとダウンしてしまう、というか着地硬直に確定でビーム打てるんで、まあ、絶対ダウンするかなとも僕は思っていますね。というように、まあ、いきなり映像を先に見せてしまったんですけど、こんな感じでサブトリガーを長押し、明るく押してサブトリガーを長押ししてると、こっち硬直なくですよ。キュベレー側は硬直なく、いくらでもフワジャンしながら他の行動が取れないぐらいです。メインが打てなかったり、タックルできなかったり、格闘ができなかったり、それ以外はもう何もない。フワジャンをしてひたすらサブをずっと長押しして、相手が着地するのをずっとフワジャンしながら見て、あ、もうするなと思ったら指離したら建物の裏からこうやってついてったのがピューッつって当たって敵がダウンしちゃう。すごいナーバス。そうですね、やばい。あれはもう絶対当たるもん。だから最終局面で HP ミリで必死こいて逃げてたのに、今までだったらオーパイに入ったりとか、それまでに安いダメをもらってとか、着地硬直が建物の裏にとか考えてたんですけど、もうこれやられたら建物の裏に着地したら終わるんじゃないかっていう、そんぐらいの魅力があるこのパネル B。 ちょっとまあね、対戦形式で見た方が分かりやすいと思うので、実際対戦形式でどのように建物の裏を狙って当てるのか、あとやっぱりこの時にすごくいいのが、取り回しがいいメインが硬直がなく偏差打ちができるメイン A と組み合わせるとめちゃくちゃ使い勝手がいいよっていうのが見れればいいかなと思います。そちらの対戦の様子をご覧ください。もうこれ硬直がないメインなんで、どんどん置き打ち、偏差打ち、相手ブーストしたら長押し、ずっと長押し、着地離す。はい、もうこれもうここら辺で完全に俺はやられる気がしねえって叫んでます。もうこの HP でも、いやもうダウン兵器、確定ダウン兵器、この感覚が難しいんですけど、今までクラッカー等の確定ダウン、バルカン等の確定ダウン、要は直線とか山なりのものがあったと思うんですけど、これは相手の硬直があれば確定でダウンが取れる武器だっていうことを覚えておいてほしいです。逆を言えば硬直がなければ前に詰められたりすると圧倒的なダウン兵器っていうものを持ってないので、ちょっと器用貧乏感が出て取れないかなと。でもこんなところですね、建物の裏追尾して当てていくと、このように対戦形式でやってきましたファンネル B。 まあ対戦中にも言ったんですけど、メイン A は確定ダウンが取れません。よろけで敵に2発当てたらダウンが取れたりするのかな、モビルスーツのバランサーによってですね。なので確定で真正面でダウン、あ、詰めてくる相手にダウンを取るってことはできないんですけど、近距離同士の読み合いの時、建物の向こうの時、めちゃくちゃ強いです。もう最後ハイブーストジムを取った時にもう見ていただければ分かると思うんですけど、もうどこに着地してもファンネル打たれてる時点狙われてると。こっちはもう極力目の前の建物とかもう何かってずっと隠しながら、相手のブーストが止まるのをひたすらこう長押しして待つと。で、離す。もうこんな感じで相手が取れるのはもうめちゃくちゃ楽しいと。なんか一方的に攻めてる感があって、すごく僕個人的にはここの段階で言っていいのかわからないけど、もうベストヒット、もう B 超好きです。はい。このように3種類ある ABC のうち、今 AB まで説明してきました。そして最後にファンネル C の性能。説明していこうかなと思います。ファンネル C、キュベレーで初めての照射式のファンネルとなっております。2本出しかな、2本出したファンネルから1本ずつビームが出て、このクロスの線どっかに当たると敵は確定でよろけます。 100% よろけます。なのでこれを使って攻めたり、まあ味方と近距離なんで、味方の格闘技とかとも距離が近い、敵とも距離が近いと思うんで、乱戦にこの棒を置いてあげることによって、硬直なく棒を置いてあげることによって味方の格闘技を生かすなんて動きができればいいかなと思います。そちらの様子をご覧ください。
はい、このようにファンデル C の性能として2本出しのファンデルから照射型のビームを設置っていうイメージが強いかな、設置することができます。そして敵がここに引っかかると確定でよろけると。ちょっと画面の端っこで見づらいんですけど、これを使って対戦してみるとどんなことができるか。で、1対1でやったんですけど、味方との連携とかじゃなく、タイマンでもこれいけるんじゃないかなと思って結構いろいろぶっぱして使ってみたんで、そちらの様子をご覧ください。まあ、基本的にメインを打って射撃戦の牽制、ここからですね、建物の裏にファンネルを置いてます。ここもファンネルを置いてます。そしてよろけ判定が出たのを見てヒットっていう音を聞いてすぐ前部入れてます。もうサブ当たったらヒット確認して攻めれる準備をしておく。ジャンプしてフワジャンしながらサブを置いて当たったら攻める。ここもそんな感じの射撃との今度コンボですね。当たった、はい、ブースト踏んだ、着地はビームで取るよと。で、歩いたらお手軽偏差、お手軽ではないけど、こう FCS の狭さと旋回能力の高さを使った硬直のないメインをどんどん刺していくと。そして最後の歩き、ここもそうですね、メインを打ったらサブを打ったらよろけるなと分かったので前部を入れる。絶対によろけるのでメインからではなくサブのファンネルからクイックストライクをする。ファンネル置いときクイックストライクみたいな感じですね。そんなことができると、まあ、一人で攻めるために使うのは微妙だと思うんですけど、こんな使い方もできるよと。なので味方の格闘機とかと動いた場合ですね、動いた場合こう乱戦にこれからなるよとか、敵タンク周りに格闘機を一回行かせるって時にお手軽サブをこのクロスを置いてあげて、メインで単発よろけのカットを作ってあげて味方の格闘機を生かしてみるなんていうのができれば、このサブ C もすごい使い勝手がいいのかな。なんか予想以上に味方との火力、連携の火力が出せるんじゃないかなと思いました。このように以上紹介したファンネルの3種類ですね、 A、B、C それぞれの性能があります。一般的な A、 一般的で取り回しがいいですね。3発撃てる A と、着地が確定で取れるんじゃないかと勝手に思っている B、 そして味方と一緒に味方にクイックストライクさせてあげるための設置武器ファンネルみたいな C、 コストプラス10かなのこの3点。実際に次対戦形式ですね、ニキュベレープル2で二金タンク2号 A をやってみたので、ちなみにセッティングは僕が B を持って相方さんに A を持ってもらってます。なのでどっかしらで絶対ダウン取れちゃいますよっていうコンセプトのもとに二金5 A をやってみたので、そちらの様子をご覧ください。はい、ここで敵機体を確認して、あれですね、このもうこれがめちゃくちゃ当たると、もうめちゃくちゃ追尾してて相手もなえるんじゃないかと。で、ここまあ二金なんでちょっとタンクを前に出しながら戦ってるんですけど、まあこんなところもずっと追尾してますね。リガズヤの硬直を建物の裏を取っていくと。で、これ冷静に見ててずっと思ってたんですけど、本来二金の時相手も格闘技近距離とかこういう試合展開ってどうしてもゆっくりになりがちなんですよね。削れない、要は空気戦をする、枚数を合わせて空気戦をする展開がすごい多いと。まあ、こんな感じで乱戦になってもメインでカットができますよと。で、味方に下がってきてとお願いしてお互いいちいちしましょうと。そしたらもう負ける気がしないと。で、これは別の対戦ですね。この展開なんかもうまさにそうですね、相手の格闘機がいない、しかもニューガンダムでビームが通じないと、もうこれガーベラ乗ってたら地獄の展開ですね。まあ、サザビー乗っててもまあ辛いなと。でもこのキュベレがあると奥のやつの硬直だけは絶対取るぞと。乳がんを無視しながらこの一瞬見えた着地はメインで取って、飛ばしたらサブで奥でダウンを取っていくと。で、これをやっていくと乳がんダムはアイフィールドで守られてるけど、守られてない箱ジムはめちゃくちゃきついよと。本来絶対的な空気戦になるところで一方的に裏側で攻めている構図ができるのがこの機体の最大の魅力で面白いところなのかなと思いました。まあ、こんな感じに着地取って、でもここら辺で言ってますね、もう取れるよ、もう本当この機体この展開だったら取れるよって言っていいレベルだと思います。で、絶対に見える相手の着地をこうやって確実に取っていくと。で、コストリードを取って火ダメも抑えていくと。
そんな試合展開ができればいいかなと思います。以上、キュベレープル2専用機どうでしたか。僕のおすすめセッティングを言うと、メイン A、 ビームガン A、 サブ A オア B、 A オア B ですね。やっぱり使い勝手がいい分、手数多く攻める、どん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 ばらまける、今のも相方さんがいてくれたおかげで、A をばらまく人がいたおかげで成立してる部分もあると思うんで、まあ一人で気持ちよくなるには B がすごくおすすめかなと。まあ気持ちよくなるっていうか、確実に取れる、何かと作用して確実にクラッカーでも何でもなく、相手の建物裏のどんだけ頑張った着手隠しも取れてしまう。もっと言うならば、今の水の中入ってって奥に逃げてったところで、キュベレーのファンネルなんてこうやって中追尾してって水の中まで追っかけてダウンを取ってくれると。まあそれが最後ダウンどころか HP が少ないと確定で、モビルスーツを取ってコストを取ってくることができる、フィニッシャーの役割もできると。そんなところが最大の魅力かなと思いました。今回240コストのキュベレープル2ウィンターバトル2019ですね、2019年初の新機体となっております。ジオン側の新機体キュベレープル2どうでしたか。すごく面白い機体なので、皆さん、僕も撮ります。ぜひ戦場で。そして同時公開されているウィンターバトル2019連邦側の新機体ですね、新しいマーク2、黒いティターンズのマーク2、前回と違って近距離から射火点になっております。射火点のマーク2の方も同時に公開されているので、そちらの方もぜひご覧ください。では皆さん、船長で。